麻生区駅は、太陽国バンコ国と、ワッタナークとクローントゥーイクの境界線上にある、バンコクスカイトレーンスクムイット線の駅。駅番号は、e、E4。地下鉄ブルーラインのスクムイット駅との連絡通路がある。なお、大国有鉄道と本線にも真っ赤さん、クローン単ン間に、同名の駅が存在するが、当駅とは、所在地も異なる、全く別個の駅である。 ホームスクムイット通りの直上にある、高架駅。U2 階が、コンコース、改札街、U3 階がホーム階である。ホームは幅20メートル、長さ150メートルの相対式2面2線を有する。2014年より、可動式ホーム柵の使用を開始した。2008年6月にアソーク通りをまたぐように、歩道橋ができ、エクスチェンジタワーも駅に直結した。 駅周辺の街並み駅周辺は観光地及び住宅地になっており観光客向けのホテルや富裕層外国人駐在員向けのマンションなどが林立しているまたここは交通量の多いスクムイット通りと麻生区門取り通りの交差点になっており終日渋滞しているただ以上の理由から交通の便が良く地下鉄も乗り入れているため観光の拠点として優れている また、ナーナー駅との間に、韓国人街がある。サーミットタワーエクスチェンジタワーインターチェンジ、タワーターミナル21シモタイタワータイムズ、スクエアジャスミンタワー駅直下のスクムイット通りと、それと交差するアソーク通りには、各社路線バスが運行されている。 2 2十3 2 5 2 5 3 8 4 0 4 5 4 6 4 8 7 1 7 2 7 6 9 8 1 1 5 1 1 6 1 2 6, 6 1 5 101,5、107,508,5、111,5、113. 11 11ありがとうございます。